生配信でのトークのコツについて聞きたいです。特に始めたばっかりの頃に心がけたことはありますか。現在裏でのゲームプレイ時に実況トーク練習をしているのですが、全然喋ることができず悩んでいますとのことです。先にじゃあちょっとゲームプレイの時の、テクニックについて触れると、セオリーとしては意思決定の過程を言語化するっていうのが一番オーソドックスな感じです、ゲームって常に意思決定してるんですよ。右に行く左に行く、攻撃する防御する、確かにみたいな。確かに、自分がなぜそれを選択したのか、なぜそれを選択しようと今考えているのかっていうのを頭で無意識に普段考えてるんですけど、これを言葉にして口から常に出すっていうのがまずセオリーですね。あ、今前行きたいけどこうなってるから行かない方がいいのかなとか、普段は無言でやるんですけど、それをちゃんと口に出すイメージ、そうするとゲームやってて意思決定してない時間ってあんまりないので、それをずっと口に出す。あと思ったことでもいいんですけど、うわ敵が来たとかも、それを頭に入れてから処理して回答してるわけで、脳がその認識持ったタイミングでそれを口に出しちゃうっていうのはすごくいいと思います、最終やっぱ実況って個性だからさ、キャーとかウオーだけ言っててもいいんですよ。別に伸びたら手法に正解はないです。正解なのは伸びたっていう結果です。だから過程は何でもいいです、伸びたら。なのであなたに合ったスタンスを取ってみてください。どうしたらいいか分かんないっていうので、ある人のためにセオリーが存在するわけですよ。でセオリーとしては今言ったような内容がセオリーだよって、それだけですね。ひたすら絶叫とか、なんか人によっちゃ罵倒する、なんだよあれみたいな、ふざけんじゃねえよみたいなのをずっと言ってても別にそれはそれで個性だからいいので、いろんなやり方試しつつ、喋らないぐらいだったらさっき言ったような手法で喋ってみてくださいっていう感じですかね。慣れてないうちって喋れないんですよね。まず口から言葉がうまく出てこないというか、となると楽しむは減ったくれもない気がするので、確かに、まずは喋るっていうことを意識して慣れてくるとちょっとずつ楽しくなってくるので、楽しむのはそれからでもいいかな。今ゲームプレイの話をしたんですけれども、雑談はですね、トークデッキが生死を分けます。事前にトークデッキいっぱい持っておきましょう、私もやってるんですけど、1日を通して、これなんか配信の時に喋ったら面白そうっていうことはすぐスマホのメモ帳にメモしましょう、それをその夜にトークデッキとして手元に抱えておいて、喋ることがなくなったら、あ、そういえばねっていう感じで出していくと会話が途切れないんですよね。使わないんだったら使わないでいいので、その時突発で喋りたいことを喋ってまかり通るんだったらそれでいいし、その時喋るネタがなくなって困っちゃったらトークデッキから一つ持ってくるみたいな感じかな。事前の準備が明暗を分けると思います。はい、リスナーさんの中に苦手な方がいます。配信後にもっとこうした方がいいなどの長文のアドバイスの DM が届きます。配信中にアドバイスと違うことをするとあからさまに不機嫌なコメントをされてしまい、雰囲気が悪くなってしまいます。新人で視聴者数もコメントも少なく熱心に来てくれる常連さんなのですが、どう付き合っていけばいいのか分かりません。この人がチャンネル登録者とか同説がまだ少ないから、その数少ない5の同説のうち1人が減っちゃうのが嫌だみたいな気持ちになってると思うんですよね、きっと。意識してほしいのがですね、 VTuber の一番の敵はストリーマーのメンタルを下げる人です。直接引退に結びつくから、それってこれね、結論としてはもう全部ブロックでいいんですよ、いきなり。そんな人計りにかけてほしいのが、この同説1を維持するのと自分のメンタルがどんどん下がっていって配信に悪影響を与えるのと、どっちの方が価値が高いですかっていうことなんですよね。本当にこういう人ってメンタル下げて最終引退まで行っちゃうから、本当に自分のメンタルをそんな状況に押し下げるんだったら、もう全部ブロックで自分の視界に入らないようにした方が絶対いいです。もしあなたに優しさがあるのなら、私こういう風に考えててここが嫌なのでこういう風にさせてもらえませんかって1回ぐらいは言います。それで治らなかったらもう絶対ブロックです。許せて1回ですね、チャンスは。ストリーマーに言うとリスナーの関係も合う合わないがあるので、絶対合わない人まで含めて全員のケアしていくのは無理なので、皆さん思い出してください。あなたのメンタルが下がるのが一番ダメなことです。あなたのメンタルを最高のパフォーマンスに持っていくために何をしたらいいかをずっと考え続けてください。なんかこういう人ってさ、基本改心しないから、じゃあこの人がちょっとこの 1,2 ヶ月ぐらい我慢したとして、そのうちメンバーも入ってくれるし、スパチャも毎月たくさんくれて、すごい優しい言葉をかけてくれるっていうロイヤルカスタマーになるかというと、ならないんですよ、ほとんどの場合。嫌な人は大体ずっと嫌な人のままなんですよね。今我慢するってことは一生その人と付き合っていくっていうことになると仮定して、嫌じゃん
そんなのブロン全く問題なし、はい、VTuber は丸々すべきみたいな風潮に嫌気がさしています。自由に活動するのはダメなのでしょうかとのことです。ダメなんですか？私好きなことしかやってないんだけどな、うんうん、なんか VTuber だったら雑談すべきとかオリジナル曲を作るべきとか、なんかそういう方向性で思ってるのかなっていうふうに受け取ったんですけど、うんうんうん、好きにしたらいいですよ。それが言うことないよね。だってと一つで言ってあげれるのは、あの、うん、いやいややったことってね、あの乗らないんですよ、うん、気持ちが。だから、うん、雑談嫌いな人がさ、あの、うん、雑談嫌いなんだけどなと思いながらやった雑談ってそれが出ちゃうから表に結局いいものにならないんですよ。だから、うん、あなたが心の底から納得できないことはしない方がいいですね。考えるのは全部自分だから少なくとも、うん、あの自分の心の底から納得できたことをしようっていうのがいいと思ってて、うんうん、で私ねこれ一個ちょっと思い当たりがありました。実は私記念配信ってあんまり好きじゃなかったんですよ。で、なんでかというと私10万が目標だから、チャンネル登録だから私にとって2万とかって通過点なので、1万5000とか、うん、いや、うん、通過点喜んでどうすんのみたいな、そんな気持ちがあったんですよ途中だからまだみたいなって思ってたんだけど、ちょっと知り合いにちょっと怒られましてですね、うん、バカだれって言われまして、はい、何かというとリスナー側の気持ちに立った時に一緒に成長を喜びたいんだよっていう、だからやるべきって言われたんですよそれを私なるほどって納得したからやってるんですよね今は。なので納得できたらこうやって自分の意見変えたらいいし、それでも、うん、いやそんなことを言っても目標以外は言われたくないって言うんだったらやらなくていいし、そこは本当になんか自分の心に従ってやってくださいという感じじゃないでしょうか、うんうん、今から私いいこと言うから聞いてください、うん、ブレイクスルーを起こすのはいつの時代も異端児です。だからセオリーのことをセオリー通りにやってブレイクスルーを起こす人はいないので大伸びしないです。だって誰もさ、うん、あの配信始めてから7時間ミンミンゼミの真似をしろって言ってこないから、でそういう誰もやってないことを突き抜けてやるから大伸びするんですよ。だからあなたのしたいことやってください、うん、みんながやってることを同じようにやったらそこそこ伸びるかもしれないけれども爆伸びはできないです。あなたが信じてることをやった方がいいですね。そして伸びるも伸びたいもその人自身の結果だよっていう感じで、うん、誰が言う7時間ミンミンゼミの真似をするべきって誰が言ってくる誰も言ってないから伸びたんですよあれはね、うん、セオリーに従ってやって負けてさ、セオリーが悪いって言ったって誰も援護してくれないので。新人が集うディスコードサーバーに意味はあるんでしょうか。新人さんばかりなので影響力の小さい方が多く拡散力は低いと思います。有効性についてご意見いただきたいですとのことです。まずねこの人はテイカーです、うん、ギバーとテイカーとメイカーっていう言葉聞いたことないでしょうか皆様。テイカーって人っていかに人から自分に有利な条件を引き出すかっていうことをずっと考えてる人のことをテイカーって言うんですよね。タダでミックスしてほしいとか、なるべくタダでイラスト描いてほしいとかこの人はさっきのコメントをね見返してみるとわかるんだけれども、あなたたちは私にとってどれだけ有益なんですかっていうのを突きつけてるように見えるんですよ、うん、すごく良くないと思います。 VTuber ってその、うん、特にチャンネル登録が低いうちってうんうん、お互い支え合っていく存在だから、うん、一方的に得するっていうことはそもそもできないんですよね、うん、私もあなたのコツイをリツイートするからあなたもしてくれませんか、うん、みたいな風なのがいいわけですよ、うんうんうん、で私はリツイートはしないけどあなたはしてくださいとかもうおかしいじゃん、うんうん、その時点でっていうね、まず与える前に与えてほしいっていう考えをやめないとやっぱそういうのがね出ちゃうんですよね節々に。この業界多分ね、あの人なんかやらしいから関わらない方がいいと思うよっていう噂が回ったらもう終わりみたいなところがあるので、はい、与えられる前にまずね与えることを考えてあげてほしい私としては、うんうん、うん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 、なんか自分が有名になってそこのコミュニティを活性化させてあげようとか、自分の持ってる有益な情報は渡してあげようとか、そうすると一定の率であ、よくしてもらったから私もよくしてあげなきゃっていう人が出てくるんですよっていう効果を狙う方にシフトした方がいいと思いますね。ちなみに川崎水の戦略も言いますと、私はまず与えられる前に絶対与えるっていうことをすごい意識していて、うんうん、新人 V さんからね、あの画面1スクロールじゃ終わらないぐらいの長文の相談 DM とかが来るわけですよ。でそれを見て内容を理解して、うんうん、
で、うんうん、アドバイスをする。場合によっちゃその人のチャンネルページも見て配信も見て、うんうん、でアドバイスするってことをしてるわけですよ、うん、私常日頃から言ってますけど、めちゃめちゃ忙しいし、睡眠時間削ってるんですよね、ずっと。そういうのが来ない方がいっぱい寝れるわけですよ、私は。けどやってる、ね、なんでかっていう話ですよね。それはやっぱり私のことを応援してくれる、私のことを好きになってくれる人を増やしたいんですよね、うん、だからまず私は与えます、皆さんに私の知ってる情報とか知識とかノウハウとか、うん、あとは何だったらもう直接配信に呼んでその人の応援をしてあげたりとか、うん、っていうところをして、で、うん、そしてその人がいつか成長された時に、あの時のお返しですっていうようなことを期待してます、うんうんうん、そうじゃなくても私のこと好きだったら、なんか企画の提案とかした時にリツイートしてくれたりとか、うん、私が拡散希望とか書いたら拡散してくれたりするんですよね、みんなが。もうそれだけで私にとってはメリットだから、まずこの質問されたあなたも、まず自分はみんなに何ができるかをちょっと考えてみてください。与えてからメリットを享受しましょう。現在は周りの VTuber さんやリスナーさんがいい人ばかりなのですが、いつかアンチや性格の悪い人と出会って付きまとわれてしまったらメンタルがやられそうで怖いですとのことです。はい、アンチね、完全に私ひろゆきさんの受け売りなんですけれども、まずあなたが人気になったらアンチは出ます、やられます、メンタルも。なので、うん、アンチに対する考え方をまず頭に入れておいてほしいんですけれども、はい、アンチって格下の存在なんですよ。なぜかというとですね、宇佐田ペコラちゃんね、はい、犬神コロネちゃんが、はい、私とか猫派の配信を見て、うん、なんだこいつくだらねえ VTuber がいるなって言うかっていうと言わないんですよ、うん、言う必要がないもん、そんなわざわざ格下の人間を見て。ビル・ゲイツが中小企業の社長を見て、うん、あいつ社長としては二流だからなって言うかっていうと言わないんですよ、うん、言う必要がないもん、うん、妬みそねみっていうのは下から上に行くもんなんですよ。ビル・ゲイツはお金を持ったけど何々をしないやらしいやつだとかですね。ということはアンチは私たちより格下の存在なわけですよ。だからそれを言われた時の私たちの心持ちとしては、あー格下の人間の妬み気持ちいいなーが正解ですね。あー私ここまで登ってこれたんだ気持ちいいが正解です。さえずっておるなーっていう、口に出さなかったらいいんだけど、言ってしまった段階でその人が格下っていうことが確定してしまうから、言った時点でその人の負けなんですよね。だから言ってくる人がいたら、あ、格下の存在なんだねって思ってください。流れを理解するといいよ。妬みは下から上にしか行かないっていう、その人がさ、例えばですけどホロライブとか二次三次の重役なわけがないもんだって。そんなことわざわざ私たちの配信に来て、こいつはトークが下手だなって言わないもん絶対。見る意味がないもんだって。だからその人たちは非常に格の低い人たちなので、そういう人のことは微笑ましい目で見てあげてください、うん、そしてそっとブロック、うん、妬まれるぐらいあなたがいい存在になったんだよっていうことですね。妬まれるっていうことはいいところがあるからで、歌ってみたとかがめちゃくちゃそうなんですけど、ニコニコのさ20再生とか30再生とかしかされてない歌ってみたっていいよとか可愛いよとかめっちゃつくんですよ、30再生なのに、うんうん、で1000とか2000とか1万とかなってくると、一部ね、あの広報ベガダッチおじさんが混じってくるんですよ、うんうん、こいつそんな歌うまくないけどなんで売れてんだみたいなベガダッチおじさんが混じってくるんですよ。それなんでかというと、やっぱちょっと上手くなってきてレベルが上がってくるから、そんな人に対してディスれる俺かっけーっていうおじさんが湧いてくるんですよね。それはもう上手くなってきた証拠なので、なんかディスが来たっていうことは自分のコンテンツが優れてる証拠だよっていう風に捉えるといいと思います。うん、いい配信をすれば本当に伸びることができるのでしょうか。徹底的に配信のクオリティにこだわりたいと思っているのですが、それだけでいいのか悩んでいます。いい配信をしても伸びません、はい、配信がいいのは前提なので、配信ってね答え合わせなんですよ、はい、クオリティの話があったんですけど、なんかみんなね勘違いしがちなのは、とりあえず配信をして面白いトークとか取れ高を確保してみんなにいいところを見てもらおうっていうね、これがゴールだと思うんですけど、これ全然違くて、
今までやってきたことの結果を確認するのが配信なんですよ。配信が決まるのは事前の告知であり、配信画面の作り込みであり、うん、音質の作り込みであり、アバターのレベルであったりっていう、はい、今までやってきたことを結果を確認するのが配信だから、うん、配信の中で頑張ろうとするのが間違っていて、うん、VTuber で配信大切なのって配信じゃないところの方が比率が高いんですよね。なのでむしろ配信外を全力で頑張ってください。そんな感じじゃない？これ本当にね、勘違いしやすいですよ、うん、いくらいい配信をしても人が来ないと意味がないので、うん、まずね、人が来てくれるようなこと、あとは来た時に気に入ってくれるような配信にしないといけません、うん、で YouTube のアルゴリズムは、うん、頭がいいんですよ。面白い感じの配信と面白くない感じの配信をちゃんと見分けて、面白い伸びてる配信だけさらに伸ばしてくれようとするので、うん、面白い配信の仕組み作りするために事前の準備をしっかりしないとダメです、うん、耳が痛いって言った。耳が痛いって言うのってすごい良くて、成長って苦しみの中にあるんですよ。耳障りのいいことだけ聞いてても成長できないから、耳の痛さとか身が切られるような思いを解決するっていうところに自分の成長があるので、その痛みはね、 VTuber として甘んじて受け入れた方がいいですね。それを乗り越えた先に新たな成功があると思います。最近女性の V さんで伸びている方が耳なめや耳ハムなどのグレーゾーンに手を出しており、真面目に活動しようとしている女性 V にとってはどうなのだろうかと疑問に思っております。とある方を見ると、その活動ですぐに収益化を達成しましたが、ゲーム実況や歌枠では耳なめや耳ハムの半分も行っていませんでした。収益化ラインに到達後、今までの耳なめ等の動画を削除し、健全なコンテンツに切り替える方も中にはいます、うん、このようなコンテンツのあり方や女性 V さんのやり方についてどう思われますかとのことです。目的次第かなと思います。最初からエロ方面で攻めてチャンネル登録者 20万人ぐらいを獲得して、その証券の中でマネタイズしてうわうわやっていこうっていう人にとっては全然いいと思います。ありだと思います。FC2 とかで配信してるリアルのエロをやってる方とか、同人 AV とかを出してる方にとってはハードルもっと低いと思うので、そういう人たちが VTuber の方に移籍してきて、二次元のアバターを被って今度は活動を始めるっていうのは、かなりこうマネタイズの手段としてはうまいなと思いますね。反面なんですけれども、このやり方で私派遣取れないと思ってて、今 VTuber 界のトップ100とかを並べた時にトップ100ぐらいだとエロ系 VTuber の方って入ってないんですよ。だから、うん、将来私はキズナアイさんに並ぶぐらいの派遣を取るぞこの世界でって思ってる人は、そもそもこっちの業界ってアウトなんですよね。エロで頂点が取れないので、うん、なのでメイン そのアイドルとしての方向性で VTuber の中の派遣取りたいなら手を出さない方がいいと思うんだけど、お金を稼ぎたい、適度にマネタイズしたいっていう人だったらこっちに行くのは私は全然ありだと思います。うまいと思います。むしろ VTuber って取らない方がいいですよ、うん、FC2 とかなんとかハブと思った方がいいです。あれは、うんうん、プラットフォームが VTuber の皮を被ってるだけで同一系統で戦ってないので、このね、質問者さんも言ってますけど、うん、一旦ライン越えてから全部は消してから健全なコンテンツになるっていうのも別にいいと思うんですよ、私は。でも結局その人って今まで雑談とか、うん、ゲーム実況とかっていうののスキルを磨いてきてないので、うんうん、伸び悩む可能性も結構あると思うんですよね。なんか後で困る可能性もあるので、なんかそういう覚悟があるんだったら全然いいんじゃないでしょうか。私たちがこうコツコツやって頑張ってるの、なんかズルしてぶち抜いてるみたいな、地面にやってるのバカみたいじゃないみたいな、そういいと思いますけどね。私は覚悟の問題だから、その代わりトップは取れないよっていう話です、うん、結構こう AV とかに出た方って出ちゃったみたいな、こう悪いこととして捉える人の方が多いと思うんですよね。はいはいはい、表で言えないと思うんですよ。例えば私ワンチャン別に会社の人とかにバレても、うん、あ、いつもゲーム配信とか実況してるのすごいねって終わりだと思うんですけど、おつゆがどうこうみたいな配信してるのってもう誰にも言えないじゃん、リアルで。そうですね、うん、だから孤独と付き合っていくことになると思うんですよね。うん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 、なんかそういう結構覚悟が必要なコンテンツだろうなと思います。
ガチ恋勢に悩んでいます。悪い方ではないのですが悪目立ちしてしまっています。悪目立ちコメントが多いせいでリスナーさんがやばいから見るのやめようというリスナー離れが発生することを恐れています。スルーして構うのをやめると今日はたくさん無視されたみたいな配信の雰囲気を壊す発言をしてきます。本人に悪気はないのだろうし活動資金になるスパチャもよく投げていただいているので、うん、やはり我慢するしかないのでしょうか。全部そうなんですけどやっぱメリットデメリットを比較した時にどうかっていう話だと思うんですよね。この人が月1億スパチャくれるんだったら私大体我慢するので、それがなんか月100円しかくれないんだったらもうすぐブロックすると思うんですよ多分。その辺のこう自分がどのラインだったら我慢できるかっていうところなのかなと思うんですけどね。今日はたくさん無視されたとか言ってくる時点でもうこれねアンチに近いです。半分本当のあなたのことを考えてるリスナーなら自分じゃなくてその人のこと伸びてほしいが一番上に来て、こういうこと書くと他の人に迷惑かかるからやめとこうってなってやらないんですよ普通は。ストリーマーさんに迷惑をかけるようなことはしないんですよ普通はね。本当の恋だったら、うん、この人のやつは恋じゃなくてエゴですね、うん、ただの好きじゃない、うん、私は猫派のことが好きだから自分の身を犠牲にしても猫派にこう成功してほしいとか、うん、猫派が楽しくなってほしいっていう気持ちがあるわけですよ。自分だって二の次なんですよそれは。これが好きっていう感情であって、はい、無視されたから無視されたって気分が悪くなろうが書くっていうのは恋じゃないです、うん、エゴです。だからガチ恋勢でもないのでまあ、うん、スパチャのこともちょっとバランス考えながらいい感じでブロックでいいんじゃないでしょうか、うん、この人すごいのがさ、うん、私めちゃくちゃ好きな男性がいたとして、うん、今日はたくさん無視されちゃったとか言われたらさ、うん、一気に冷めるもんね。この発言をした時に自分が嫌われるかもしれないっていう、うん、その相手の心をおもんぱかる能力が低いのでこの人は嫌われに行ってますよね自分から。みんなさ人の気持ちを考えようとか小さい頃から言われて育ってくるじゃないですか、はい、あれって人の気持ちを考えたらみんな相手の心が理解できるはずだっていう前提に基づいた発言なんですよ、うん、けど実際はコミュニケーション能力とか推察の能力って人によって差があるので、うん、何も言わなくても相手の視線とかからその人の気持ちが分かる人もいれば、うん、1から10まで全部説明してもらっても相手の人の気持ちは分からない人もいるわけですよ。だから一定数そういう人は紛れてくるのでそういうもんだと思って対応するしかないですね、はい、今ねコメント欄にいるかもだけれどももしかしたら自分も相手の気持ちが分からないかもしれないって今思ってる人はセーフです。なぜかというと、うん、本当に分からない人は俺は分からないかもしれないっていう発想に至らないので、うん、今自分もしかしたらやばいかもなって思ってる人は大体セーフです。大丈夫、うん、安心して、うん、コラボで上手にお話しするコツを教えてください、うんうん、コラボ全般で言うと、はい、これも私ずっと言ってるんですけど、はい、相手の魅力をどうやったら引き出せるかっていうことを一生考えてますね。なんか今ここをはい、もっと深く突っ込んであげたらアメルちゃんのいいところが出てきそうだなとか、逆にこれ以上喋っても、はい、アメルちゃん多分あまり話が出てこないだろうなと思うところはさらっと流してスルーしたりとか、はい、まあ、よくあるのは S と M の関係性ですよね。なんか M っぽい人には私結構 S っぽく攻めたりするし、はい、S っぽい人はちょっと攻めてもらったりするし、ちょっと攻めてみてくださいよみたいな感じでっていう、はい、なんか相手がどうなったらその人の魅力が一番出そうかなっていうのはずっと考えながら喋るようにはしてますかね。どう喋ってもらうのがいいのかなずっと考えてるので、はい、まあ、自分もなるべく喋る時間も均等ぐらいに取らないと、なんか91とか8になっちゃうと聞いてる方もちょっと微妙なので、はい、喋るバランスも合わせつつ、そして、はい、どこを突っ込んで欲しそうなところを突っ込むみたいなのは考えてるかな。テクニック的なところで言うと、はい、相手が今喋りたそうなのかどうなのかをめっちゃめちゃ聞いてますね。なんかもう言葉つなぎそうな時にはこっちはしばらく黙ってるし、で、はい、あ、もうこれ今会話尽きただろうなと思うとこだったらちょっと話を次のものに変えてみるとか、はい、なんかそういう相手が引き出しが今どういう状態なのかを察知して、はい、話を変えたり続けたり止めたりするっていうのはテクニック的には結構
感覚的なんでね、スキルとして伝えづらいですけど、はい、意識はしてますかね、はい、なんかね私噂によると、はい、その、はい、トップ層その辺の能力めちゃめちゃ高いらしいですよ。チャンネル登録うんまんとか10うんまんとかの人が4人とか5人で集まってコラボするとするじゃん、はい、あれめちゃくちゃ難しいんですよ、複数人のコラボって。そのどこで自分を出して、はい、どこで相手を引き出すかっていう、そのさじ加減めちゃめちゃ難しくて、はい、それがねチャンネル登録うん十万の人たちはもうあうんの呼吸で全員がそれを意識してるんですよ、ちゃんと。だから、はい、今ここはこいつに喋らせるべきとか、ここをみんなで掘っていくべきとかって、あれ個人プレイやってるように見えてすごいチームプレイしてるので、だから見てる方が楽しいんですよね、はい、切り抜きとかでもいいから 5人とか 4,5 人とかでやってるコラボとか改めてね、あの話上手い人のやつ聞いてもらったらめちゃめちゃみんなでうまく回してますよ、はい、今はこいつに喋らせようとか、しばらくずっと黙ってる人とかもいたりして、はい、あれ全部わざとやってるんですよね、ちゃんと。オンライン越しで4人とか5人ってもラグがとんでもないのに、よくあんなことできるなって思いますよね、はい、本当ですね、うん、なんか今5人いたらさわちゃわちゃするんですよ普通は、けど、はい、あれなんでこここんなに5人いるのにわちゃわちゃしてなくて聞きやすいのかなって思ったら、この2人は今はもうずっと喋らないターンだから黙ってるとかいうのが実はあって、はい、目立たないファインプレーをしてるんですよね、みんな上手い人は、はい、うん、っていうのがやっぱね上手い人は素晴らしいので、そういうのを能力は高めたいなと思いますね。広告を使うタイミングについての質問です。伸び悩んだ時に広告を使う方が多い気がするのですが、広告費用を出せるなら最初から広告を使った方がいいと思っています。伸びはチャンネル登録者数と関係があると思うので、登録者数が多いほど伸びやすいと思っていますし、露出が増えるに越したことはないからです。伸び悩んでからの最終手段として広告を使うことをお勧めしている人がいましたが、どう思いますか、とのことです。広告って一長一短あるんですよ、はい、結局どっちが成功かっていうのを検証してる人がほぼいないと思うんですよね、うん、だから推察になっちゃいます。この人が言う通りで、広告を載せて露出を増やすと再生数は増えるんですよね。見てくれる人の数は増えるし再生数も増えるから、まあ、チャンネル登録とかも増えたりする可能性あるんだけど、うん、反面この人大好きってなって登録してるわけじゃないので、そのリピート率が多分そんなに高くならないんですよ、うん、広告での集客って。とりあえず登録しとこうとかになっちゃうから、その後何が起きるかっていうと、インプレッションに対してのクリック率が低くなるんですよね、その人の。だからYouTube さんがせっかくこういっぱいインプレッションしてくれてるのにクリックされない。だからあれこの人チャンネル登録者に対してあんまりクリックされないぞってなって、うん、YouTube 君のおすすめしてくれなくなる可能性があるので、後々伸びにくくなる可能性はあるかなとは思います。そういうのも全部織り込んで大資本をぶち込んで買っていくっていうところでいくかチャンネル登録は少ないけれども、こうエンゲージメントを高めて、うん、チャンネル登録人数に対する同説を増やすっていう方向で動くか、なんかそんな感じの考え方ができるんじゃないかなと思いますね。例えばですけど、1登録取るのに、200円かかるとします、はい、お金とかいいんですよ。私庭掘ったらジャブジャブ石油が出てくるから別にお金はどうでもいいのででも人気が欲しい欲しいって言ったら、その理論上は2億広告に使ったら、うん、チャンネル登録100万になって同説1万とかいくんですよこれを良しとできるかどうかですね、それ嬉しいと思えるかどうか、うん、大半の人はそのマネタイズとのバランスを考えないといけなくて、で私たちが2億とか突っ込んで1万同説になっても、はい、多分ね2億稼ぐの結構難しいと思うんですよね。例えば100万登録あって、うん、同説1万だと私恥ずかしいから嫌ですみたいな、せめて 10% ぐらい来ないととかいう人だったらやめた方がいいね。今の全部理論値というか理想の値だから皆さん忘れてほしいんですけど、リアルの話をします。私広告するんだったら30秒の自己紹介がいいっていうのをずっと言い続けてきてるんですけれども、うん、めちゃくちゃ有名なクリエイターさんに50万円ぐらい突っ込んで、いい30秒 PV を作ってくださいって言って作ってもらって、2000万円ぐらいチャンネル広告費に金かけたら、チャンネル登録10万は多分すぐ行くと思います。1年以内ぐらいで。だから、正直お金ですよ皆さん。
正直お金、うん、でもそれは前提としてその人の誠実さであったりとか、うん、コンテンツの楽しさみたいなところが必要なので、うん、全く全然ダメなクソブイチューバーが2000万あったら勝てるっていう話じゃなくて、そもそも伸びれる素養がある人はそれぐらいお金をかけたら、うん、チャンネル登録10万とかは別に遠い話じゃないですよっていう話ですね、うん、あとまあ覚悟の問題ですね。なのでそういうとこも含めてやっぱ、はい、VTuber お金が必要なので皆様からのご支援が大変助かっております。コラボ配信について悩んでいます。お相手の登録者数を引き上げられる自信がなく、お相手から見た時にどんな利点があるのかと言われると具体的に答えられません。どうしたらいいでしょうか。コラボやめたら無理してやらないとダメ、ウィンウィンじゃなかったらやらない方がいいんじゃない。そっか、そうですかね。あ、うん、思うとこありますか。もうちょっと自分が頑張ってからコラボに誘うみたいな目標の一つにするみたいな、うんうん、あ、すごいいいと思いますね。私とエドルナさんがまさにそれですね。相手にメリットを与えられるようになってからコラボ誘おうってずっと思ってました。私はエドルナさんを引き上げてやるぞっていう気迫に満ちてましたね、うん、すごい。だって好きなんだもん、ルナさんのこと。私とコラボするためにレナさんが損をするのは絶対嫌だったので、はい、コラボしたらレナさんの方が得をするっていう状態になってからコラボしたいなって。好きな人には得してほしいじゃん。やっぱり皆さんこれ考えてください。時間が一番大事なのよ。時間って人生とイコールだからさ、相手の人生を奪うようなもんだから、時間を無駄にすることがね、 VTuber としては一番許されざる行為なわけですよ。本気で頑張ってるぜって1分1秒惜しんでやってるから。いろいろだってコラボする1時間とかを睡眠になってたら1時間分その方は健康になるわけですよね。その貴重な1時間を削ってコラボする必要性があるのかっていうことをちゃんと自問自答しましょう。この人は自分が仲良くなりたいと思った人と一緒に過ごせるっていう自分の欲求に従っただけの理由でコラボしようとしてるじゃん。相手のことはあまり考えられてないと思うんですよね。愛だからね、コラボ愛した結果、愛する人にそんな無駄なことはさせられねえっていうんだったら一旦ステイが正解だと思います、はい、相手にメリットを与えられる状態になってからもう一回コラボを考えてみてはいかがでしょうか。スイさんがされている無人ライブ配信についてですが、どの程度効果があるのか教えてください。まず効果からいくと、当たり前なんだけど物によりますよっていう、ノイズが流れてるだけの配信とかをループしてても意味ないだろうし、私の例で言うと私はお休み向け朗読をループコンテンツとして流していて24時間365日配信をしております。私触ってないからね、3ヶ月半ぐらい配信しっぱなしなんだけど、チャンネル登録1000人ぐらい取れてますね。すごい。実は1万数千円ぐらい広告収益入ってて、再生回数が5万2000回ぐらいかな。すごい。今までの全期間で147万インプレッション取れるんですよね。要するにお得なわけよ。何を狙ってるかというと、 YouTube って配信時間が長くなればなるほど高評価が多くなればなるほどおすすめに乗りやすいんですよね。今高評価4300ぐらいあるのよ。高評価4300ってすごくない？すごいですね。それでどんどん人のおすすめに乗っていくっていう効果を期待してます。技術的には、はい、YouTube スタジオで配信キーを複数転生することができて、今2つ配信が走ってるんだけど、パソコンを2台動作させてます、はい、1個は昔使ってたしょぼいパソコンをループ配信のやつを入れて一生 OBS で同じ配信キーで配信してるって感じ。それとは別の配信キーでメインの PC で今この配信を運営してるっていう感じですね。なるほど、はい、1つの PC で OBS を重複起動して2つやる方法もなくはないけど、誤爆とかが怖いから途中で消しちゃったりとか、まあ、できれば2台 PC 用意してやるのがいいかなと思いますね。人によっては夜は自動配信して自分の配信の時間が来たらそれを切って配信するっていうのを繰り返してる人もいます。私もやりたくなってきちゃった。やった方がいいよ絶対。だって自分の手がかかってないもん。不労所得に近いもん。そうですよね。そう、ご興味ある方はやってみてはいかがでしょうか。なんかやりたくなってきました。やりたい人、はい、はい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 。かわいいんだけど。初配信までに声を出すか出さないかで迷っています。どちらがいいというのがあれば教えてください。ぶっちゃけ誤差ね、誤差一緒よ。ドキドキ感持たせて配信に来させたところで、1回目の配信で声聞いて、あ、なんか思ってたのと違うなってなったら来ないだけだし、デビュー1ヶ月後っていうレベルで比べたら正直誤差だと思います。個人的な感覚としては事前に出しといた方がいいですね、はい、声ってメディアとしてはすごいいいから、この人の声だったら安心して聞きに行けるなっていうので来てもらう方がいいと思います。もしかしたら大外れかもしれないじゃん。自分の声に刺さらないっていう大外れの人のためにデビュー配信に時間を空けるっていう行為って難易度高いので、早めから声出していってカウントダウンボイスとかやるぐらいの方がいいんじゃないかなと思いますが、ぶっちゃけ1ヶ月後とかに比べたら誤差なので、はい、別にしなくてもいいかなと思います。お好きな方を選んでください。
APEX で伸びる方法はありますか？プレイ配信は飽和状態だと思います。しかし解説動画などではなく配信で APEX をプレイしたいです。 APEX をしつつチャンネルを伸ばす方法はないでしょうか？この人さ、かっこいいよね。 APEX を愛してるっていう気持ちが伝わるよね。2つあると思います。異常に上手いか面白いか、大会にも出まくって実績積んでいって、うん、CR カップ優勝プレデターが送るなんとか配信とか、そういう風にすると伸びるのかな、はい、面白いの方向性でトークが激うまで笑かしまくるみたいなことができるんだったら、それはそれで伸びるんじゃない？だからトーク力磨きまくるしかないですね、はいはい、一生叫びながらとか大爆笑しながらとか、結局リアクション芸になるので、いかに APEX っていう配信を面白おかしくできるかっていうのが大事かなと思います。で、はい、大体の APEX のプレイヤーって、あ、ちょっと次どうしようかなとか、あ、これちょっと武器出てきた交換しようかなとか、あっち次行きましょうかとか、こんな感じじゃん。こういうスタンスで伸びるのは無理ですねっていうのをベースにしつつですね、私がエーペックスラバーにおすすめする伸ばす方法が一つございます。はい、何ですか？エーペックスの愛情を訴えかける配信をやってほしい。エーペックスを自分がなぜこんなに好きなのかっていうのを激烈に説明するとか、あとはライフラインっていうキャラがいて、うん、このキャラこういう特性でこういう特性でこういう特性でっていうライフラインの設定の愛を語るとかね。例えばバイオハザードってゾンビになんでなったのかみたいな解説動画あるじゃないですか。ああいうのが結構いいかなと思っていて、エーペックスの設定解説とかさ、そういう方向性やってみるのはいかがでしょうか。同じことやってる人見たことないんで、多分ちょっと需要あると思うんだよね。あいつマジで異常にエーペックス好きだぞっていう、いかにエーペックスイカレなのかを見せるっていうのが大事なのかなと思いますね。伸びるかどうか分かんないけど、一旦チャレンジしてみてほしい。新人 VTuber はとても多く、配信だけでは伸びにくいとお聞きしています。そのため私は切り抜きも自分で制作し投稿しようと考えております。川崎さんの意見をお聞かせ願えればと思います。まずバッサリ申し上げますと、切り抜きも伸びません。対戦ありがとうございました。あ自分の面白い切り抜き作ったら伸びるというのがまず思い込みですね。大切なのはどこから流入させるかなんですよ。だから自分のチャンネルに置こうが別のチャンネルに置こうが、そこを見に来る人のルートを作らないと一生伸びないんだよね。そんなことよりどこかのブログに書くとか、にちゃんに晒すとか、そういうことをしてルートを作るのが一番大事。新規で切り抜きのチャンネルなんか作ったって、誰が登録してんの、そのチャンネルを。その動画にはみんなどうやってたどり着いてくるのっていうところをしっかり設計しましょう。広告打つもよしだし、数字持ってる友達のチャンネルに投稿してもらうでもいいし、切り抜きで伸ばそうっていうのがそもそも間違いで、私の知ってる例だ、絶叫を上げた VTuber 集みたいな切り抜き動画に有名な VTuber さんとそんなに有名じゃない VTuber さんが混じったりして、有名な V さんを見に来た人が同じ動画内で有名じゃない V さんも見る、こういう感じになるから一緒に伸びるとか。自分のことしかないやつって YouTube のページスクロールしてて、はい、山田太郎くんの切り抜きとか出てきても絶対押さないじゃん。それって知らない人の切り抜きって見ないのよ。なのでまず動線を考えましょうっていうところをやってみてどうでしょうか。そもそも私個人としては、新人 V がまず切り抜きで伸ばそうっていうのをやめた方がいいですね。配信のクオリティを高める方に時間使った方がいいです。わかりました、勉強になります。はい。私の悩みは活動時間がどうしても不規則で毎日できないことです。あまり配信できない人が配信できない時にやった方がいい活動などありますでしょうか。ツイッター営業です。VTuber さんもいっぱいフォローして時間の許す限りリプしましょう。いろんな人に VTuber さんとつながりたいみたいなタグで書いてる人もフォローしたりリプしたりたくさんしましょう、うん、そして自分の存在をアピールしてみてください。あと私だったらツイキャスするかも。家が使えないみたいな感じだったら、配信してない日は散歩配信みたいな感じにして1時間ぐらい散歩しながらツイキャスで話す。 YouTube にこだわる必要ないので、うん、ツイキャスでリスナーさんをゲットして YouTube に連れてくることができたらいいんじゃないかな。顧客接点をたくさん持たないとダメで、リスナーさんと触れ合うっていう時間をどう長く取るかっていう風に考えた方がいいですね。配信って毎日する方が絶対いいので、30分だけでもツイキャスするとか癖はつけた方がいいかもしれないですね。